これはエレベーターですか？ああ、地下500アージュにある遺跡に降りるためのものだが、妙だな。ええ、確かに。何か違和感が？俺、初めてリベール来た時、ユリアさんにこの場所に案内してもらったんやけど、そん時はこの部屋こんな風に散らかっていなかったはずなんや。ああ、私が知る限り、ここはきちんと整理されてから施錠されていたはずだ。というよりも、この雰囲気はまるで。クーデター事件があった時のまま。確かにそんな印象を受けますね。ああ、私も同じ印象だ。時間が戻った。そうおっしゃりたいのですか？いくらなんでもそれはありえないだろう。ただの勘違いならいいんだが。いずれにせよ、あの亡霊の導きを信じるなら先に進むしかなさそうや。覚悟を決めて地下に降りるとしますか？ああ、これは。ここを探索するとなると、それなりの準備が必要になりそうですね。ふん、このまま進んでいいものか。まずは遺跡の様子だけでも確かめといた方がいいでしょう。どんな魔物が徘徊しとるか知れたもんやないですし。確かに。もう少し先まで行ってみるとしようか。何か問題でも？問題も何も。これは遺跡の構造が変わっている。ああ、間違いない。この場所には最初の三叉路に通じる通路があったはずだ。なのにどうして？勘違いではなさそうですね。なるほど、そういうことか。ええ、その可能性は高いでしょう。おっと、ヨシュア君も気づいたか。なら確実かもしれへんな。二人とも何か気づいたのか？いや、とりあえずこいつで下に降りましょう。その先に答えが待っているはずですわ。そうか、わかった。
覚悟を決める必要がありそうですね。バカな、こんなに早く最下層に到着できるなんて。空間がねじ曲がっている。いや、それだけやと遺跡の構造そのものが変わった理由にはならへん。とにかく一番奥まで進んでみよう。何かが待っているはずや。わかった。万全の体制を整えた方が良さそうですね。ケビン。ああ、またあの匂いやな。棺のような悪魔が出現した時の匂いか。この匂いに気づくか。さすがは教会の犬、随分と鼻が利くことだ。誰や！何者？ようやくのお出ましか。あんたが黒騎士の言ってた王ってやつやな。そうだな。この影の国を統べているという意味ではまさにその通りであろうな。私のことは影の王とでも呼ぶがいい。影の王。その名の由来は聖典には存在していないはず。そうであろう、リース・アルジェント。私のことまで。よっぽど念入りに探りを入れてたみたいやな。挨拶はそのくらいにしてもらおう。影の王と言ったな。もし貴様がこの状況を引き起こした黒幕ならば、即刻王都を元に戻してもらおう。さもなくばこの場で斬る。そなたの要求はあまりに虚しく意味がない。敬愛の心も遠すぎれば真実を捉える妨げとなろう。わかるかな、ユリア・シュバルツ。
何？やはりそういうことか。俺らがさっきまでいたグランセル全部偽物。いや、この影の国の中に再現されたパチモンやな。な、そんなことって。でも確かにそれならいろいろと説明できます。影の国そのものの正体は相変わらずわからないですけど。それでいい。そなたの理解は正しく、そして理想的な段階にある。私は満足だよ、ティータ・ラッセル。え？その、どうも。そうか、陛下と殿下は今も無事で。女神よ、あなたの慈悲に感謝します。おやおや、何を安心している。そなたの案ずる者たちが無事だと誰が言ったのかな。まさかその石の中には。この第二聖槽における最後の宝物といったところか。そして無論宝物には試練がつきものだ。記された77の悪魔の一匹、煉獄を守る門番の一中にして数多の魔を従える軍団長、暴虐のロストルム。何考えてんねん。こんなもん実体化させたら貴様もただでは済まへんぞ。それを何とかするのがそなたらに与えられた役回りだ。さあせいぜい楽しむがいい。
今助けた。我が右手にありし星のより授かりし輝きのフラールスフィアかけたまえ。これが真の実力や。むちゃくちゃ。信じられない。追い返せたなんて。それよりも。なかなかの見せ物だった。おひねりだ。受け取るがいい。よかった。これで。ユリアさん。約束だけはきちんと守るみたいやな。単刀直入に聞く。あんたの狙いは何や？俺たちに何を望んでる？
ケビン・グラハム、あまり私を失望させないでほしいものだ。我が名は影なれば、その真実もまたそなたらの中にのみ存在する。わかるかな、この意味が。ケビン、ざれ言、思わせぶりなこと言って茶を濁そうとしても無駄やで。そう、我が琴の葉は全て戯れでできている。そなたがそう思うのならば、私はそういうものなのだろう。ざけんな。そうだな、いっそ影の王を改め、ザレゴト王と名乗るとしようか。ざけんな言うてるやろ。え、ケビン、どうしていきなり。落ち着け、それこそ影や。わけみ、いや、うつせみか。いつの間に。よくぞ見破った。この第二聖層におけるそなたらの役目は終わりだ。いざ、白き翼を手に入れ、さらなる深淵へと挑むがいい。次なる開口を楽しみにしているぞ。芝居がかってやっちゃ。ああいう芸風は寒いだけやっちゅうねん。ケビン。さてと、新たな封印石も手に入ったことやし、一旦拠点に戻って中の人を解放するとしよう。白き翼って言葉でおおよそ見当がついたし。そうですね。ああ、そうしてもらえると助かる。